今は小浜島です。小浜島、ここの潮の流れはよくわからないね。多分沖に流されることはないんだろうけどですね。海外から帰ってきたら、この小浜島ぐらい、静の島がいいですね。静かな。やっぱりインドネシアとか香港はどっちかというと、どう動く変化のある街なんで、海外から帰ってきたら1週間ぐらいはこの静、静かな島がいいです。これはカゲロウさんですね。すごく面白いメガネ作りますね。でもこういう系の形のメガネを作った最初じゃないですかね、日本だと。これは昨日土田紀子さんって、昨日やってたライブの人が言ってた KGB48、 80歳からしか入れないという小浜島の、演奏の集団ということですね。いやー、いいですね。80歳からもこんな風に人生を楽しめるっていうと、すごく希望が持てます。